ヘビリブルですか。遭遇しただけで顎に悪そう。ヘビリブルはおとなしいので基本的に人を襲ったりしませんが、ちょっかい出して怒らせると睨まれて顎着させられましゅ。なるほど。じゃあヘビリブルの目を見なけりゃいいんだよね。目を見てようが見てまいが睨まれるだけで顎が上がりましゅ。それは怒らせると厄介だな。さてさて、前回はなかなか顎に来まくったので、今回こそは絶対休憩枠を。すまんリブル。ここ最近立て続けに気になるホラゲが発売されちゃっててな。申し訳ないが、しばらくは頑張ってほしい。おお、あたいはめっちゃ歓迎だよ。ちょっと、休憩枠は？ただでさえウプ主の親知らず抜歯の影響で遅れてるので急ぐぜ。うわ、あの闇が深すぎる子供番組ホラゲの続編。アマンダジアドベンチャラー2を実況してもらいますぜ。前作って確かめっちゃ気になる終わり方したような。仮面かぶった謎の人物が出てきて終わったよね。アマンダちゃんについての謎も完全には明かされず終了しましたし。前作の実況から約1年半ぶりだな。もうそんな経ってたのね。本作は前作からそのままストーリーが繋がってるらしいので、前作を知らない方は最初から見ることをおすすめしますぜ。ああ、いろいろトラウマ記憶が。とりあえず早速始めてみましゅよ。そうそう、今回は前作のように日本語字幕が用意されてないので、サナエに自動和訳の奇跡頼んでおいたぜ。あやや、英語ばっかなんだ今回。おっと、ちょうど前作新エンドからの続き。You're Riley, aren't you? 主人公のこと知ってる？ Kate and I were really close. She talked about you so much. She... ケイトおばさんの親友？ She was really proud of you. 敵じゃないのね。I guess you've seen some of what she was working on. Come on. We should get out of here. I know a place you can rest a while and let's talk.前作で子供番組の闇に触れすぎたせいでエージェントに狙われたのかと思いましたが、亡くなったケイトおばさんの親友に当たる人物らしいので大丈夫でしょうか。仮面かぶってるの超怪しいんだけどね。どうやらお目覚めかな。 Hey, hope you got a little sleep. You know, I was thinking, we should head over to the library. You can tell me what happened on the way. 子供番組を見ると謎の現象ばかり起きました。God, that's terrifying.I really hope we find some answers in Kate's office. ケイトおばさんはかつて図書館のオフィスで働いていたみたいだな。あ、もう着いたのかな？ケンズデイル公共図書館。ケンズデイルって地域の名称、前作のどこかに出てたっけ？ Come on, let's move. 前作の舞台であるケイトおばさんの家はケンズデイルにあるって話だったな。じゃあこの図書館はおばさんの家の近くなのね。ならば獣がまだ近くにいるんじゃ。Okay, let's see if your aunt's key ring delivers.図書館の玄関の鍵をおばさんが持ってたでしゅって？ケイトおばさんは児童図書館学の分野で表彰されてたよな。玄関の鍵の保管を任されるくらいの役職ではあったんじゃないだろうか。いちいちそんな細かい情報まで覚えてないな。前作から1年半も時間が空いてるから覚えてられるわけがないぜ。前作の動画確認しながらじゃないと正直ついていけないな。Listen. ごくり。There's something out there. え？ It's drawn to the tapes and it's very, very dangerous.Please be careful. そいつって前作にも出てきた怪物アマンダのことですよね。I know this is going to sound super paranoid, but after everything that's happened, we need to be careful. トランシーバー？ We can connect on an encrypted channel with these. You go see what you can find in Kate's office. I'll keep watch outside. I'll call you on the two-way if anything comes up. あなたも中で探索しないんですか？この件に関しては仮面の女性の方が明らかに詳しそうなんですけど。肝心の仕事はライリーに任せっきりで草。あの人絶対ビビってるよね。一人じゃ呪いのビデオ調べるの怖いからって代わりに主人公に行かせるのずるい。わざわざ暗号通信可能なトランシーバー渡してきたあたり、アマンダのビデオ制作に関わってるハーメルン社にバレないように行動してる感じだよね。アマンダについて探っていることをハーメルン社に悟られると、最悪二人とも消されるかもな。この本棚ぐるりぐるりできるね。ただ回せるだけで何か手に入るってことはないっぽい。玄関前の受付モニターに何やら書かれてまっしゅ。こんにちは、ウェンディ・ワームだよ。君のパーソナルアシスタントさ。スキャナーを使って本をスキャンし、貸し出し履歴を調べてね。ということは近くに拾えそうな本がいくつか落ちてるのかしら。クリックするとモニター画面にズームされまっしゅね。適当に本でも探してみる？多分これが図書館について最初の謎解きってところだろうか。おっと、すぐ横に本ありまっしゅ。だけど隣の手紙も気になりまっしゅね。手紙の右上に置かれてるのは本ゲームで使用する操作キーを表してるんだろう。うわ、全然読めない。こんにちは、マーガレット。本の返却箱に変なビデオテープがあったの。自分は調べていないんだけど、できたら時間がある時に見てもらえないかしら。鍵付きのキャビネットの中に保管してるわ。暗証番号は覚えてるわよね。それと、本を何冊か確認しないといけないかも。改ざんされている本もあると聞いたわ。今週で5冊目くらいだと思う。
あなたのために取っておいたのだけど、新人がよく見ずに誤って図書館に戻してしまったようなの。頼みにくいんだけど、もし時間があったら、図書室を見回してもらえない？図書館のデータベースにこれらの本の履歴があるはずだから、それを参考に探してみて。あまり夜更かししないで、おやすみなさい。ソフィー。変なビデオテープが本の返却箱にね。それ、見たらやばいやつだよ。とりあえず暗証番号付きキャビネットを開ければ最初のビデオテープが手に入るのかもな。しかし暗証番号なんて私は知らないでしょ。ヒントは必ずどこかにあるはずだぜ。コントロールキーでしゃがめましゅね。てか鍵付きキャビネットはどこ？先に本の方調べない？じゃあまずはこの本から開いてみましょう。おっとこれは。JP？ JD に見えないこともないかも。ジョンブー、愛国者たち。頭が。MGS は関係ないでしょ。で、本のスキャンはどうやってやんの？どっか機械みたいなのに置けばいいんじゃね？この機械はおそらくただの Wi-Fi。左の方にあるのは電話機。スキャンってどこでやるの？他の場所なんじゃない？スキャン方法がわかんないので、貸し出し履歴が改ざんされてるとか書かれてた問題の本を探してみましょうか。モニターにスキャンしてくださいって表示されてるなら、絶対近くにあるはずなんだけどな。なんか印刷機から紙出てきてるよ。調べたら勝手に動き出しましたね。どれどれ、何が書かれて。調べたら消えた。アイテムメニューはないのか？多分本ゲームには用意されてないかと。あ、さっきと同じのが印刷されてまっしゅ。モニターに映ってたウェンディーワームだな。貸し出し履歴を表してるんでしょうかね。なんだかよくわかんないや。とりあえず本を優先して探しま、これ気になりましゅね、トールさ。一応起動するんだな。てか真ん中の文字が一瞬マルウェアに見えてウイルスでも立ち上がったかと思ったわ。あら？画面消灯しちゃいましたけど。さっき確かに電源つけたよね。もう一度調べたらまた同じ画面が。どうも途中で電源落ちてるっぽいな。電源つけてもすぐ落ちる。昨年11月にウプ主の PC がその症状に陥ってましたね。結局あの時は PC の故障原因を自力で突き止められず、とある BTO メーカーからグラボ非搭載の新 PC をポチって、大事なデータの入ったハードディスクと SSD、そしてグラボを引っ越ししてことなきを得たんだよな。その時の PC は別室に放置しっぱなしでしゅが、ライゼン 97950X をほったらかしにしてるのはもったいないよね。CPU やマザボ、電源から出てる配線までいじるの怖くて結局触ってないです。そんなんだからいつまでも自力で一から PC 組めないのぜ。ちなみに当時慌てて買い替えた PC に搭載した CPU は、不具合問題で有名な14世代インテルのやつなんでしゅよね。CPU だけで 253W 以上はやりすぎだと思って最初から 150W 制限して使ってたし、不具合対策を歌った場合を更新も4回やってるし多分大丈夫。アイドル状態でもダメージが加わる問題もあったから電力制限関係ない可能性も。でもこれまでクラッシュ問題は発生してないので、今の PC がいきなり分鎮火する可能性はあまり考えたくないでしゅ。今ちょうど11月だから、ここでまた壊れたら年に1回買い替えてることになるね。壊れなければいいんだよ。グリーンだよ。で、話が脱線してるうちに2冊目発見。4つ目の数字が3だったよな。でも1つ目の数字は JP、もしくは JD。一体どういう意味なんでしょう。これとかないとビデオすら見れないの？暗証番号付きキャビネットの中にビデオがあると書いてただろ。そうでした。3冊目は別の PC モニターの横に置かれてました。DS、0？ Nintendo DS？ それとは関係ないと思うぜ。おっと、こちらの棚にも拾えそうな本が2冊。これは、MA の5か？多分この数字をそのまま暗証番号に当てはめるってことではないよね。謎のアルファベットも含めて解読しないと正しい番号にはありつけないのかもな。頭混乱するよ。5冊目は何も書かれておりません。この辺は大体見たと思うので、奥へ入っていきましょう。一番奥にはキッズコーナーが見えてるな。ちょっとだけテレビ画面見えてたかも。続編ではキッズコーナーのテレビでビデオを見る感じになるんでしょうね。机の本はめくれましゅが、書かれてる内容はわかりません。あ、地球ギブルリブルリ。リブルまで回んなくていいだろ。地球儀はいいから本探そうよ。おっと、本棚の上に一冊置かれてましゅね。この足場に乗ればギリギリ届くかしら？よし届いた。く、い、いち、かな？いや、C1 だろうか。マジでこのアルファベット何？とりあえず本はモニターの近くに集めておきましょう。キッズコーナーの壁にはアマンダやウーリーのポスターが貼られてましゅね。CE、本読み中よ、と書かれてるな。いろんなポスター貼られてるねここ。どのポスターにも右下にハーメルンと書かれてるので、ハーメルン社公式の図書館ポスターってところでしょうか。いろいろおもちゃとかも置かれてる。こういうのでワイワイ遊んでみたいな。図書館内だからはしゃいで遊ぶことはできないよ。そんなことくらい知ってるんだよ。本集めはおそらくこれで大丈夫だろう。これ以上はないっぽいので受付に戻りましゅ。今気づきましたが、ウーリー人形の入ったガラス棚の中にビデオテープありましゅね。叩き割れば取れるんじゃない？そういう強行手段に出るわけにはいかないだろ。脳筋チルノの案は不採用ということで。脳筋チルノ言うな。貸し出し図書のスキャン装置はモニターのすぐ右横にございました。
数字の3が書かれてる本をスキャンした結果がこんな感じ。4人分の日付と名前のリストが表示されてるな。これを調べていったら暗証番号わかるの？日付が暗証番号だったりするのかしら。別の本もスキャンして確かめてみましゅ。うへえ、めっちゃいろいろ出てるんだけど。こんなにたくさん日付と名前が出ても、どれが暗証番号のヒントなのか特定できませんて。あ、貸し出しリストの各人物の名前、クリックできるようでしゅ。ジョナさんは6月27日、19時にThis is a Pineapple、5月12日、18時にGrape the Grape 2を借りている。という風に見ていけばいいのかな？これってめちゃくちゃ調べるところ多いじゃん。貸し出しリストのデータが地味に多くて、どこを見ていけば暗証番号にたどり着けるのか。PS0 と落書きされた本アット。あら、この本は読み込めてないでしゅね。エラー、本の損傷と出てるな。ミスターマルプラクティスというタイトルだったよな確か。その本だけ履歴が確認できないということは、他の本の履歴を確かめて貸し出し記録を特定するしかないかしら。難しそう。あ、グレップザグレープ2の貸し出し記録にあるエブリンさんが、問題の損傷した本を8月4日18時に借りてましゅね。うん。それよりも一番下の、雑居キタリストツリーを借りてる日時が気になるな。9月4日の96。あや？96時なんて聞いたことないよね。これが手紙に書かれてた、本の貸し出し記録が改ざんされてるってことだろうか。グレップザグレープ2の一番下のテイラーさんも12月7日の99時になってる。え？どこに12月って書かれてるの？ DEC はディッセンバー。つまり12月のことだぜ。何それわかりにくすぎ。英語圏独特の表記だから慣れてないと難しいよね。もしかしてこの印刷されてる紙って、攻略のヒントじゃない？ウェンディがチェックアウトに挟まれた部分を尻尾で刺してるように見えるな。もしかしたらこの部分が番号のヒントなのかも。あ、該当してそうな箇所発見。アムザパーソン、ジッパーストーリー。11月15日、9時、1115、もしくは1509が答えってことだろうか。そういや暗証番号のついたキャビネットってどこにあるの？あ、それをまだ見つけてなかった。ちょ、よく見たらモニターのすぐ下にあるやんけ。もうゲーム開始して40分くらい経ってるのに今更だな。全然最初の謎解きから進んでないよリグルー。目が節穴で悪かったね。貸し出し記録の日付を元に番号層当たりしてたのでしゅが、どれも正解ではなかったのでちょっと初心に戻ってみましゅ。もしかしたら本の落書きに書かれてる数字を組み合わせるだけだったりして。書かれてる数字は0、1、3、5の4つで、そのうち3のみはグローンアタッチツの落書きから4桁目に来そうなことは分かってましゅ。それなら1から3桁目の数字は0と1と5で総当たりすればよかったりするかな？やっぱダメでしょうか。マジかよ難しく考えすぎかよ。まさか最初のビデオテープ入手するだけで1時間以上かかるとは思わなかったわ。暗証番号の導き方がこれで合ってたのかはわかりませんが、とりあえずこれで一旦休憩して次回は。ここまでの過程はほとんどカットするんだからまだ続行するに決まってんだろ。むぅ。ビデオのタイトルは、レッツプランナトリック。旅行の計画を立てようだな。やっとアマンダに会えるんだね。あら？ウーリーが塗りつぶされてない？なんで真っ黒なんだろうね。前作でもアマンダのウーリーの扱いがひどかったのは覚えてるな。続編ではさらに拍車がかかるのだろうか。ちょちょちょ何の映像。お、おひさ。Have you ever wanted to go far, far away? Well, we can! 遠くって、どこへ旅行しに行くの？ At least in our imaginations we can. 空想上なのね。With my magic train! 汽車ポッポだ。If you could visit anyone in the world, who would you go see? ちょ、なんでさっきの一文日本語訳出てこなかったの？サナエが英語力を試してきている。日本語表示されなかったらなんて答えたらいいかわかんないって。If you can visit anyone in the world, who would you go see? 誰かに会いに行きたいならどこへ行きたいか的な？それだったら幻想郷でいいでしょ。グリーンでしょ。本当にそれでいいのか？てかローマ字入力で幻想郷って打っても答えにならないと思うが。わかんないからこれで。って、このままエンターをしても反応ないので適当に1文字追加。That sounds like fun. I'd love to daydream about all the places I could have gone.Think about all the places we can go. 相変わらず画面バグりましゅね。Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. どれどれ？なんか暗いよ。右上ってスカイツリー？全然違うだろ。But wow, it's so dark in here. Should I open the curtain or turn on the lamp? これは太陽の光を入れた方が明るいんじゃないでしょうか。暗い部屋でランプつけるよりずっといいよ。うん？ソファーの下に何かが？ちょ、何こいつ？ That's much better. Now, let's plan that trip. There are three places I want to go on my magic train today.
first, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that?スカイツリーじゃなくて、エッフェル塔でしたか。そもそもスカイツリーはこういう形じゃないんだが、嘘だ。後で実物をググって調べろ。では、エッフェル塔を選択しましゅ。We'll go to Paris first, on the magic train! It looks like a ticket to Paris costs 2 coins. Let's see what I have in my piggy bank. 豚さんの貯金箱。What's the best way to open this piggy bank? I can pull out the plug, or...I can smash it! これは豪快に叩き割っちゃおう、リブル。破片が飛び散って危ないでしょうが。You're no fun. そこまで言わなくていいじゃない。そりゃ普通に蓋を開けて中身出すの面白くはないでしょう。叩き壊すの面白いかもだけど、わざわざそうする必要ないって。コインが何枚か出てきたな。これで貯金全部。ちょ放り投げるなよ。結局投げて割っちゃうのね。みんなは真似しないように。Let's count them together! 1, 2, 3, 4, 5! I have 5 coins! That's more than enough for our first stop! We just need to take away 2 coins! Can you count them? 簡単簡単。2つ取ったら3枚になるよ。金の楽器算できた。今度こそついに算数できるようになったか、チルノ。算数わかんないけど数えるなら簡単でしょ。The next place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there! Gretchen ってこれ?Let's go to the Isle of Dead Dolls! Where can I find that? 死者の人形島。確かメキシコあたりでしたっけ?おう、よく知ってたな、リブル。昔何かのテレビ番組とかで見た記憶。頭が、多分この中では下のやつでしょうか? Wow, planning this trip with you is going to take forever, isn't it? 違うのかよ。これらの写真を見てパッとわかるのはパリのエッフェル塔とロンドンのビッグベンだな。他は全然わからん。じゃあ左上で。Our next stop is Mexico City! A ticket to Mexico City on my magic train costs 3 coins! また下になんかいるよね。Anyway, that ticket costs 3 coins! So let's take those away from what we have! 1, 2, 3! 答えは0。大正解。Oh no! That's all our coins! And I still have one more place I want to visit! We need some more money! What are we going to do? 鳥も働くか、物を売るか。I can sell one of these for some coins! 売るんだね。Which one do you think will get us the most coins? どれが一番高く売れるかなんてこれだけじゃわかんないのでは。テディベアは目がほつれてるな。真ん中のピエロみたいなのは首が取れそうになってるかな?じゃあ、ニワトリ? You really think I can get coins for that old thing? 間違えると謎に圧を強めてくるんでしゅよね、アマンダちゃん。なんか右から音聞こえる。You have really weird taste in toys. 人のおもちゃの趣味をとやかく言われる筋合いはないよね。What's so funny, Mr. Rooster? Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared, and it made me laugh.I hope he can go make someone else laugh. それって結構大切なおもちゃなんぜ?旅行のためだけにいろいろ楽しい思い出のあるおもちゃを手放すのか。なんか曲が不気味。Wow, I got 3 coins for Mr. Rooster! Okay, let's see how much our next destination costs. 3枚ゲット。I love learning about history on my trips. Where can I take a tour and learn about Jack the Ripper?これはビッグベンの描かれた絵だとわかりましゅが、ちょっとここはあえて間違えて様子見してみましょう。怒らせると怪物アマンダ出てくるかもよ。まだ最初のビデオだし、大丈夫なんじゃね? Come on, you know this. やっと圧が怖いので素直にロンドンを。We're going to London! ロンドーン。A ticket to London is 4 coins, and I only have 3. I don't know where I'm going to get more coins for my trip.I might as well not even go anywhere. 貧血ならここで終わりにしましょう。Wait a minute. I have a coin in my pocket. Now I have 4. That's enough for our last stop. おっと、やつが。Oh no no! Go away! Get this weirdo out of here! このでかい動物なんなの?ネズミ、なんだろうか?追い出してって言われたけどあえて放置しまーし。助けてあげた方がいいんじゃないの?コインが散らかっちゃったぜ。前作にはいなかったこの謎生物は何者? No, no, no! He ate one of my coins! 1枚食べたということは?
3枚に減ったということだね。よくできました。答え見ながら言われても。合ってるからいいのいいの。でもこれじゃあロンドンに行けなくなりましたね。泣きわめいてもお金なかったらどこにも行けないって。旅行は諦めてここまでにしときましょう。とりあえず謎のデカネズミがソファーの下に潜り込んだので、そこら辺調べてみればワンチャン取り返せるのではないでしょうか。Wow, you're smart. There's always all kinds of stuff in the sofa cushions. またネズミに残りのコイン奪われないように注意して探してね。おお、6枚に増えた。視覚的に表すと散るのでも理解可能ということかな。2個に減ったね。Oh, hey, it's time to catch my train. 早く乗らないと置いてけぼり食らっちゃいましよ。そういやこの汽車ポッポ、ここまで一回も使ってなくない？あくまで空想上のお遊びだから細けい答えいいんだよ。グレッチェンにコイン4枚渡してロンドンに出発進行でしゅ。って、よく考えたらどうやって汽車でメキシコからイギリスへ。細けい答えいいんだよ。まあリアルに旅行に行けた方がいいでしょうけど、アマンダちゃんは残念ながらおそらく怪物ですからね。なんか豚の貯金箱がいつの間にか出現しておりました。コインを10枚集めればいいってことかな？ビデオの上に置いたら荒ぶってる。ちょっとこれは最悪異次元空間にテープが落ちていっちゃう可能性ありまし。バツ印のところに豚の貯金箱置けたよな。10枚集まったらテレビの横に置けばいいんだろうか？なんと印刷機から出てくるヒントも変わってました。豚の貯金箱がテレビの前で寝てたり、テレビの横に置かれてたり。とりあえずテレビの横に置いたまま改めてビデオ再生してみてはどうだ？試してみましょうか。ではこの状態でもう一度旅行ビデオ見ましょう。貯金箱20枚集めるんだから図書館の中のどこかにあるとかじゃないの？今さっき印刷機見に行くついでにチラチラ周り見てたけど、それらしきものなかったじゃない。次はカーテンじゃなくてランプをつけるルートに入ってみましょうか。あんまり明るくならなさそう。いや、なかなかの光量じゃないか。アマンダちゃんのセリフ自体はどこも変わってないみたいね。そんなことよりちょっといいか？うん？どったのマリサ？急にどうしたんでしゅ？グリーンだよはいつ返してくれるんだ？ずっと待ってるんだが。あ、もうグリーンだよ。はいはいグリーングリーン。エッフェル塔を選ぶところで別の場所クリックしてみましょう。That would be a fun place to see. But the Eiffel Tower isn't there, silly. なんか言い方にトゲあり主義じゃない？ Jeez, can't you figure this out? また右からバンバン音が。The Eiffel Tower is in Paris. Jeez.そして力技でエッフェル塔以外消し飛びましたとさ。強制的に答えにたどり着くよう誘導してくれるだけマシだと思いましょう。今回は豪快に割っちゃおうリブル。もちろんそうするよ。This is gonna be fun! Good night, Mr. Piggy! そのまま床に思いっきりぶつけて叩き壊しちゃうの危ないと思うよ。さすがに壊れないな。どこから巨大ハイマー出してきた。よく持てるねー。うわ、破片飛び散ってるよ、危ない。貯金箱の破片は綺麗さっぱりカメラ外に吹き飛んでいきましたぜ。あんな超重そうなハンマー兵器で投げ飛ばすとかどうなってんの、アマンダ。飛んできたハンマー直撃したら余裕で場外に吹っ飛ぶな。それってどこのスマブラ？うん？なんか変な機械みたいな音しなかった？左から聞こえてきましたよね、さっき。お、5枚入ってるぜ。まさかビデオで入手したコインの数がそのままここに反映されるってこと？どうやらビデオをうまく再生して10枚以上にすればいいってことみたいだな。あ、でもこの後2枚減るから。もしかして左の貯金箱もマイナスされまし？音鳴りましたね。デカコイン10枚以上集まるルートってあるの？まだ選んでないルートに入ればもっと手に入ったりするかもな。もしくはいろいろ工夫しないとダメなのかも。あ、次はメキシコシティでしゅが、ここでも3回間違えてみましょう。1回目のミスはすでに見ておりまし。この次のセリフはどうなるでしょうか？ Looks like someone needs to brush up on their cultural knowledge. うるてぇ。The owner of the Isle of Dead Dolls hangs dolls to keep demons away. Do you think that really works? It's near Mexico City, okay? 死者の人形島についてのご教授、どうもあざした。あ、メキシコ行くために3コイン消費するから。貯金箱ゼロになっちゃうよ、これじゃあ。この調子では10枚にはほど遠いよ。何かやり方あると思うんだけどな。次はロンドンを選ぶ際に3回間違えたパターンを見ていきまし。Wow, you really don't know anything, do you? 知識がないだけでマウント取ってくるの禁止。Jack the Ripper killed at least 5 people in London in 1888. Busy guy. そんなに切り裂きジャックの話面白い？アマンダちゃん、笑いのツボがどこかしらおかしいと思いまし。次はこの巨大ネズミを追い払ったルートを見ていきましょうか。あ、
ちなみに現時点での貯金箱のコイン枚数は、4枚しかないよねー。追い払えば一気に6枚以上増えたりしてくれないかな？うまく撃退できたのかしら。Wow, who the heck was that guy? He was going to take my coins! コイン死守できた？お。Good. All four still there. Let's count how many we need to pay for the ticket to London. あ、でもロンドン代は4枚だから。残念ながら0枚だな。統括しても増えないゼリグル。最初の誰に会いたいかというところでケイトと打ってみましょう。I wish I could still visit her. ケイトおばさんはすでにお亡くなりになってますからね。悪いこと聞いちゃったかもね。あ、ちなみに30分くらい奮闘してようやくこの謎解きルール把握しました。最初にコインが手に入るのは貯金箱の中から取り出した直後でし。これでまずは5枚手に入るんだよね。そして最終的には10枚以上にするのではなく、10枚ぴったりに合わせないといけない模様。このビデオで回収できる最大コイン枚数は12枚だったので、鳥のエッフェル塔行きのコイン2枚のみおとなしく支払っておきまし。ここで2枚消費した後は、単純にひたすら増やしていくだけで10枚になるはず。で、このまま貯金箱をテレビの横に置きっぱなしにしたままテープを流してると、コインが消費されるタイミングで貯金箱の残金も減っていくので、メキシコに行く直前で一旦貯金箱をどけまし。テレビの横からどけている間は、床のカーペットの羊たちの内側に置いとけばカウントされないぜ。きっちり羊の内側に収めておかないとカウントされるかどうかは検証してないでしゅが、とりあえずこの状態にしておけばコイン消費時に貯金箱の残金が減りません。増えるタイミングになったらまた貯金箱を横に置くんだよ。次にコインが増えるタイミングは鶏人形を売る時になりましゅ。これで3枚追加されるので計6枚でしゅ。そのまま貯金箱を置きっぱなしでロンドン行き決定まで進み、ポケットからコインを取り出して1枚プラスしましゅ。あ、まだカーペットに置かなくていいゼリグル。そうでした。巨大ネズミに妨害され始めたら絶対に助けず放置しておきましょう。リグル、そろそろ1枚取られる頃だぜ。そうそう、このタイミングでまた貯金箱をどけましゅ。ネズミに取られて1枚減りましたが、貯金箱には影響ありません。あと3枚増えたら10枚だから、残りは貯金箱を横に置きっぱなしで楽勝だね。本当にそうかな、チルノ？え、まだなんかあったっけ？ソファーのクッションから3枚見つけた後、すぐに一時停止して貯金箱をどけておきましょう。ぴったり合わさったら音が全然違うね。そしたら続きを再生していきましゅ。この直後にロンドン行きでコイン4枚消費するので、最後の最後で油断してるとまた最初からでしゅ。これでコインの枚数が上下することはないな。念のために最後は貯金箱をテレビ横に置いときましょう。よし、テープの再生が終わった直後に貯金箱がブルブル震え出します。貯金箱破裂ドッキリは新しいな。くそー、結構心臓に来たから勘弁してよ。まだまだ余裕余裕。次のビデオはグッドナイトだな。夜寝る前のアマンダちゃんのテープかしら。では二つ目のビデオ、再生していきましょう。何さっきの。Hi friends, I'm... I'm Amanda. It's late. Time to get ready for bed. 近くの棚散らかってるな。I guess I'll get ready by myself. アマンダちゃん以外いないみたいね。Hey, wait. You can help me. Before I can go to bed, I need to put away my toys. My dad told me once that it's always nice to have a fresh start in the morning. Let's see how many toys we have to put away. Can you count them? 散らかってるおもちゃの数を数えればいいだけだろう。5個だね。どう見ても4個だけど、わざと数え間違えてみましょう。5にするんだな。Try again. You can do it. 無理やり5個で押し通しちゃおう。どうして切るのは5がそんなに好きなの？だって、なんかいいじゃん。Wow, really? A baby could count these toys. こっちだってわざと間違えてることに気づいてよ、アマンダちゃん。って、あら？どうしたリブル？どのキーを入力しても4になるんですけど。アマンダはキーボード入力に介入することもできるのか。4以外打たせないのねー。Which toy should I put away first? 片付ける順番なんて適当でよくない？状況によっては順番を考えておかないと収まりが悪くなったりするでしょ。まあ今回はどれからでも特に問題なさそうだけどな。じゃあこのグリーンな人形からで。Time for bed, Mr. Frog. 凍らせて遊ぶようだね。1, 2, 3 toys to go! Let's put away another one! 数え方まで丁寧に言うあたり、やっぱ子供向け番組なんだな。ボイン、ボイン、ボイン。ボイーン。 Great work! We're on a roll! Which toy should I put away next? 次は白い人形で。チルノのキーボード売りにしてあげましょう。We better put him in his home before a hunter shoots his little ears off. One more to go! Let's do it!
ここまで来たらアマンダちゃんが勝手に片付けりゃいいじゃない。一人でやるのは寂しいんだぜ。X marks the spot! これで全部綺麗に片付いたよね。That was a lot of work! Now I'm all set to get ready for bed! あとは布団敷いて寝るだけ。歯磨きはどうすんだ？それもあったね。What should I do first?Brush my teeth or wash my face. とりあえず歯をしっかり磨いてればいいのでテイストを聞き込んでみましょう。よく英語わかるよねリブル。さっき字幕で出てたからね。 Okay, which toothbrush do you think I should use? 歯ブラシは3種類から選べるようでしゅ。どれも色違いにしか見えないからどれでもいい気がするな。じゃあ青にしよう。着るののお好みの色にしましゅ。 Nice choice! I love blue! Now, will you help me find the toothpaste? Is it in the medicine cabinet?The bathtub or the toilet? で、便器の中にアイテムが落ちてるホラゲとかあったりするので、便器から調べてみましょうか。どこのジェームス・サンダーランド？歯磨き粉そんなところないでしょ。I don't think it's in there. じゃあバスタブで。Why would you keep toothpaste there? 子供向け番組なんだから間違ったら圧かけるのやめましょう。You wanna check the medicine cabinet. やっぱふざけすぎたら強制されちゃうね。アマンダは早く歯磨きを終わらせて寝たいからイライラしてるんだろう。いつの間にか巨大ネズミが降臨してました。How did you get in here? Who even are you? Go away! A little help here, please! しょっちゅう邪魔してくるんだねこいつ。旅行パートではあえて放置しておかないとクリアできなかったが。とりあえずこのビデオでは追い返しておきましょう。マジ何者なんだろう。That freak tried to eat my toothpaste! That's disgusting!歯磨き粉は食べ物ではないでしゅよ巨大ネズミさん。食べたら食べたで拒絶反応を起こして逃げそうだけどな。歯磨きシュシュシュ。Okay, time to wash my face. 仕上げに軽く洗って就寝でしゅ。Well, I guess I'm all done in here. Time to put on my PJs and hit the sack. へえ、パジャマって英語では PJs と訳したりするのね。お、なかなか広いベッドですな。Which PJs should I wear tonight?パジャマン、パジャマン、パジャマ。さっきから懐かしすぎるんだぜチルノ。今でもテレビで流れたりしてるのかしら。さて、とりあえずニッコリマークのやつで。こんな広いベッドにたった一人だけで寝るのね。It gets awfully lonely in here at night. It makes me think about what's うわ、誰かの口元映った。たまにヤバそうな映像が一瞬流れるよね。なんか雰囲気がおかしい。We all get a little scared at night, right? What are you afraid of? そりゃアマンダちゃんが怖いに決まってるでしょ。あなたいつ襲ってくるかわかんないんだし。じゃあアマンダって打ってみるか？確かにそれはどうなるのか気にはなるかも。下手なこと言わない方がいい気はするけどね。Me? ごくり。You really think I'm scary? ま、真顔で言われたら怖いって。一瞬不穏な音流れてから笑い出した。Thinking about something you're afraid of can give you nightmares, especially when there's no one around to help you think about nice thoughts. 布団に入っても意外とあれこれ考えてしまって眠れないよな。I try to be a big girl and sleep with the lights off, but it makes me feel so alone. What do you think? Should I just turn off the lamp and be a big girl? Or maybe you can find me a nightlight?ナイトライト？ちょちょ急になんでしゅ。と、図書館の電気が急に消えちゃったんだけど。ナイトライトを探してきてって言われてるよな。まさかどこかに落ちてるのか？でもこんな暗い中、テレビから離れたくないんですけど。じゃあ続き再生してみる？そうしておきましょう。Dolly, are you still out there keeping watch? このクマちゃんの人形がドリーね。Good night. あ、またあのネズミ野郎が来たよ。ドリーちゃん奪われちゃった。これで完全に一人ぼっちですな。あんまり怖かったら布団を頭にかぶって寝てみるのも手でしゅよ。うわ、早速変な悪夢見てるよ。赤い目玉みたいなのは何？何やらどこかの施設みたいな場所が一瞬映ってるな。もしかしてハーメルン社の実験施設なのでは？あ、アマンダが化け物に改造されてる時の記憶だ。アマンダよりうるさく叫んでどうする？ああいう演出は結構怖いでしょうが、この後怪物アマンダ来たりしないよね。多分誰もいないと思うよ。印刷機のヒントも変わりました。バツと丸に、月、太陽、花？キッズコーナーの机に謎の正方形の箱置かれてたぜ。机の箱を調べる前にルート検証でしゅ。巨大ネズミに襲撃されてるところを放置してみましょう。この前に顔を先に洗う選択肢もあるぜ。あ、それは後でね。
Now my teeth will rot out and I'll starve to death. Thanks a lot. I guess I'll wash my face. But what's the point? 歯磨きできなくて落ち込んでるね。てかあいつ、マジで歯磨き粉食べていったね。ミント味が相当好きなネズミのようで。歯磨き粉食べたくなる気持ちは全くわかんないでしゅ。パジャマを選ぶシーンでは、どれを着るかによってセリフが変わることはないみたい。この後の何が怖いかの質問で別の人物でも答えてみようか。あえてウリーとかどうでしょう。あの羊は全然怖くないでしょう。 Oh yeah, he's really scary. ウリーの名前を出したら露骨に嫌そうな顔したな。あいつの何が怖いのさ。むしろアマンダがウーリーに嫌がらせしてるでしょ。ウーリーへの当たりの強さはマジで理不尽でしゅよね。前作ではその理由がわかんなかったので、今作で明かされるんでしょうか。では歯磨きか顔を洗うかの選択にて、顔を洗ってみましょう。Okay. Which washcloth do you think I should use? 基本的に色はどれ選んでも大丈夫でしゅよね。歯ブラシは3色調べたが、どれも色以外セリフ同じでしたぜ。Nice choice! I love lavender!この感じだと顔拭きタオルもどれ選んでも特に展開は変わらなさそうでしゅ。何が怖いかの質問にて、ケイト、サムを試してみましたが、どちらも用意されてなかったので、暗闇と打ってみようかしら。それならダークネスだな。ダークだけだとダメみたい。Wow, that sounds really scary. I bet you're trying not to think about it now, aren't you? 暗闇ってなんか出てきそうで嫌だよね。散るのもやっぱ暗闇は怖いか。嫌なだけで怖くはないけどね。それでは図書館の電気が消えたタイミングで、ナイトライトとやらがないか探ってみましょう。停電してるのにテレビや受付のモニターはついてるんだな。ちょ、変な音聞こえ。あ、こんなところに水色の光を放つ何かが。それがナイトライトかな。おいおいリブル気をつけてなんかおかしいよ。めっちゃ不吉な効果音なりまくっていう。ちょっとナイトライト取った瞬間余計ヤバい音鳴り出した。これ絶対怪物アマンダ侵入してきてるでしょ。無事テレビまで持って帰ることはできるかな。うひひ。ちょっと両耳がぶっとしゅるので急いで届けに行きましょう。いきなり前から来ないか気をつけるんだよ。多分追われてはいないっぽい。もしかすると単なる恐怖演出なだけかもな。Thank you. よかったー。Good night, Riley.やっぱアマンダちゃんは主人公のことを認知してるんでしゅねー。持ってきたライトがちゃんとテレビの中にあったね。二つ目のビデオの分岐は大体見終わったと思うから、今度はこの箱の謎解きだな。ヒントはおそらくビデオ内にあるんでしょうけど。箱の謎解きの種類は計4つで、正しい順番で丸と×を揃えるやつと、人の絵が描かれたパズルを解くやつ、残りは月や太陽などの絵が描かれた丸いものを正しく揃えるやつが2種類だな。丸×揃える謎解き、わかったかも。おもちゃを片付ける時の棚がめちゃくちゃ怪しいでしゅ。あ、よく見たら 3×3 の棚だな。棚に入ってるおもちゃの形から丸か×かを連想すれば良さそうだな。ということは1列目が上から順に××丸、2列目は丸丸×かな ?3 列目は真ん中のみ何も入ってないので不明でしゅが、×××もしくは×丸×でしょうね。え?よくわかるよねこんなの。これでどうよ。え?仮面の人から連絡来た。状況確認お疲れ様でしゅ。わざわざ連絡が来たってことは、丸×パズルは正解ってことだな。これであと3面残ってますけど、印刷機のヒントを考慮するなら、丸×パズルの対面のやつを解くのかしら。この謎解き、全部解いてたら日が暮れちゃいそう。もう一つのパズルのヒントわかったかも。歯磨きするときのこの薬棚の中に、あ、太陽とかお花のマークがついてる。これがそのまま答えみたいだな。上は左から順に水色の丸、花びら6つ、太陽。下は三日月と、花びら5つでしゅね。これで二つ目の面が解けるね。あとは花びら6つを上の真ん中に配置すれば。おお、手応えあったよ。うん、なんか出てきたか?あ、上の面ってビデオテープ保管してるところだったのね。紫の蓋が2つ残ってるってことは、この箱に計3つテープが仕込まれてると?残り2面はヒントがないので、さっさと3つ目のビデオに移りましょうかね。レッツプラクティスペーシェンス、忍耐の練習をしようとのことだな。忍耐の練習は切るのが一番しないといけないかも。あたいがまん強いけど。なら我慢して宿題やれ。何の話かわかんないな。ここでやっとウーリー登場。ちょ、え?わわわ何やってんのアマンダ。喧嘩禁止。No, I don't want you here. Don't you get that? But Amanda, I'm your best friend. My best friend?All you do is get away! Hi, I'm Amanda! And I'm Wooly! Today we are working on a very special project! It's a project that will take a lot of patience! Patience is a very good quality to have!
ウーリーが話し出すと露骨に機嫌悪くなるな、アマンダ。ここまでキレるアマンダ珍しいかも。Patience is a very good quality to have. It means staying calm even when something or someone bothers you over and over again. ウーリー頑張って。アマンダちゃんももう少し落ち着いて。Today we are building a birdhouse, so more birds will come to the yard. Why are we out here before the sun is up? It's so dark outside.Well, this project is going to take a long time. Have a little patience, Willy. Well, I still think we could use a flashlight or something. I'm gonna bump into something. You can go back inside if you want. You don't have to be out here with me. いちいち喧嘩すんなって。What's something you have built that took a lot of patience? 一番忍耐力使ったものね。Why would you waste your time doing that? 船伏スロケオール二重突破かな。マリサさん。I can't wait to see what birds come to visit. What's your favorite kind of bird? なんとかウーリーが流れ変えてくれたね。鳥の種類を英語で答えないといけない。どうしよう。全然思いつかない。まあわかんないなら適当でいいぜ。じゃあバーズにしとこ。I like those too! Let's get started! The first thing we have to do is cut the length of the wood to the right size. What tool should we use for that? 木を切るならノコギリでしょうかね。一番右だな。でもどうせわざと間違えてみるんでしょ。そりゃ検証のためにはね。ドライバーをクリックしてみましょう。How would we cut wood with that? じゃあ真ん中のトンカチ。Guess it's a good thing we're learning about patience today. 皮肉言いますね。What can we use to cut the wood? やっぱ正解以外なくなるんだ。ドライバーとトンカチの跡がなぜか布に残っとる。We'll use the saw to cut the wood. 鳥小屋を組み立てるためにわざわざ木から切り出すなんて、これはかなり忍耐が必要ですよ。ひたすらリコリコしてる。Amanda, shouldn't we have some kind of supervision when we're using tools? Thanks for the tip, Willy. Now let's cut that wood. You have to have a lot of patience and make sure you measure everything before you... Wow, that was hard work. Okay.Now we have to put the pieces together with nails. What tool should we use for that? 部品の切り出しを疲れ。一応まだ早朝なのかな。日が昇る前から作業してるので夕方ではないかもしれませんね。組み立ては真ん中のネイルガンが便利でしゅ。I guess you could use that, but there's a better tool. そして次はわざとメジャーを選択。Look, I'm doing my best to have patience with you. さすがにアマンダも切れ気味だろうか。What can we use to put the pieces together? やっぱ物が置かれてたところが焼け焦げたように。That's right! We'll use the nail gun to attach the pieces! あれ、売りに向けちゃダメでしょ。あかん、それは危ないって。さっきのは完全に放送事故。This project is taking a long time, and we have to do everything very carefully. What does it help to have? Patience! Patience! Come on, you've got this! ガン無視されちゃってますな。That's right, patience! That's what I just said. Now it's time for some color. Let's paint the birdhouse! ウーリーはいないものとして淡々と進めちゃってますね。なんでそこまでウーリーのことが嫌いなのかな。この3つの色の並び、まさか箱のヒントになってない。ぼーっとしてたなリブル。なんか箱の代わりにお猿さんいるんだけど。こいつ生きてんの？目を塞いでるお猿もいる。見た感じ本物の猿ではないと思うが、一応調べてみるか。動いた。動きはおもちゃっぽいから本物じゃないね。とりあえず忍耐ビデオの謎解きはお猿さんが関係してるっぽいでしゅ。あ、問題の箱はこっちに置かれてた。今はその箱関係ないだろうから続き見ようぜ。便器の色は歯磨きの時と同じなのでどれ選んでも大丈夫そう。 I love blue. Okay, now what tool should we use to paint the birdhouse? 便器を塗るにはハケを使いましゅね。だけど別の道具を選ばせてもらうよ。I think that would get pretty messy. ハサミで塗るのはほぼ不可能でしょう。Okay, I get it. The theme is patience. It doesn't mean you have to keep testing mine! What tool should we use to paint the birdhouse? あ、アマンダさん。ペイシェンシュが大事でしゅよ。わざと間違えまくってたのバレちゃった感じだね。Good job! This is going to be so pretty! あ、こいついたのね。さっきからいたぜ。What the?Okay, this patient's thing is going too far! Get him to go away! こいつ毎回登場して邪魔してくるね。追い返すにはネズミをクリックすればいいはずでしゅが、全然何も起きないので放置しときましょ。
あ、まさかペンキ？あら、クリックしたのにつかなかった。うわぁ、ぶちまけられちゃってるよ。忍耐ですよ、忍耐。ウーリーが言っても落城しそうだな。ちょ、怒らないで。Let's get cleaned up and paint this birdhouse. 諦めてお掃除です。Wow, that was great! Now we just need to be patient while we wait for some birds to show up and use the house. 結局完成までこぎつけたんだな。Look! 小鳥です。They're so pretty, and their chirps are so quiet, so peaceful. 今はウーリー喋っても全然喧嘩にならないね。小鳥さんに癒されたのをきっかけに仲直りしてくれるといいですけどね。おっと、木の枝にヌコ様降臨。Another activity that takes a lot of patience is hunting. Look at Miss Cat hunting the birds. She is being very patient. さすがにこれ放っとくのはまずいんぜ。She's getting really close to the pretty birds, Amanda. Should we warn them? 鳥さん早く逃げて。What do you think?Should we warn the birds or let Miss Cat keep going? Miss Cat and her family have to eat after all. せっかく鳥の巣になる小屋を作ったのに、警告しちゃうと逃げてしまう上にヌコ様は食事にはありつけない。そのまま放っておくと少なくとも1羽は犠牲になる可能性がある。ここは逃がしておきましょうか。せっかく来てくれた鳥が食われるのは嫌だし、これでいいんだよ。グリーンだよ。親ヌコ大丈夫か？Wow, Willie, great idea to warn the birds. 怒ってる？ I didn't mean. And now nobody's using the birdhouse. We're going to have to sit here all day waiting for them to come back. That's going to take a lot of. Don't say it. Patience. 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 ウーリーはなんとか場を和ませようと努力してるが、やはりアマンダの様子がおかしいよな。前作以上にウーリーへの当たりが強くてビビりました。さて、問題は突如現れたお猿のおもちゃですけど、こいつらを一体どうしろと？うん？目を塞いだ猿に口を塞いだ猿ってことは。あ、なんか向こうにももう一体いるじゃん。こいつは耳を塞いでましゅね。そして横にはうるさいラジオが。見ざる、言わざる、聞かざるの三猿だなこや。ああ、三猿謎解きってことですか。ちょっとラジオのボリューム切っときまし。静かにしてあげたのに耳塞いだままだねー。このお猿さんたちと忍耐ビデオ、一体どういう関係が？おい、テレビの下をよく見てみろ。あ、オレンジのビデオテープがいつの間にか置かれてまっしゅ。タイトルは何も書かれてないね。色付きってことは前作にあった隠しビデオの位置づけだろうか。とりあえず見てみましゅよ。アマンダの謎でも何かわかればいいね。Holy hell, how long have you been cataloging these? Since I caught a sigil on この人が系統がさん。見た感じ、若い頃の記録だろうか。If I'd have blinked, I'd have missed it. But here's the thing, there wasn't a single reference until the acquisition.This is the complete log of all the references I can make out, and most of them are subtle, but they're there, and lots of them. And usually paired with a message encouraging kids to ignore their parents or do something harmful. Again, it's subtle. It's not something that's overtly dangerous, not in the context, and it's always under the guise of a new adventure. 難しいこと喋ってるみたいね。And you know this kid was also watching the show at the time of his disappearance. Mm, totally engrossed, his parents said, and then just gone. No police evidence? Not even footprints, trail and all? No, nothing. Like, he just vanished. That was over 8 months ago. And now this other kid, Lauren, same story. 前作にローレンの失踪ビデオあったな。What's next? That's what we need to figure out. I mean, obviously we can't say anything. It's a kid's show, for Christ's sake.We'd sound insane. But it's not. These are not good lessons. Every episode has some very harmful instructions, and there's a thread of content that runs across all of it. References to Belial, to Mara, to Iblis. Every world religion has a figure that tempts and manipulates and deceives. According to Kate's log, in the last 20 weeks of this kid's show,There have been over 40 mentions of these entities. It's alarming. Belial, Mara, Iblis は悪魔の名前らしいな。I want to bring Peter into this, if you two are comfortable. This is really his area of expertise. この件に詳しい人? Okay, let's get him to review the episodes that you've already recorded. I will cut the meeting recording. どのエピソードにも子供に対する有害な指示が含まれている。か。それが子供失踪の原因。What is she here?The fudge? I can't even imagine.
They provided two original tapes of the show, and they say there are more. Over the next few nights, I'm going to start combing those for more coded language. The puzzles, the anagrams, they seem to connect it to the cult. And based on what we have, I'm convinced that this is the latest iteration of the one Caroline's family's been tracking for generations. The information we already have about the group ties it back to a religion that hasn't been practiced publicly in damn near. So we're saying that this production company has been around since the Middle Ages? Is that what we're saying? Either that, or they were... 中世から存在する制作会社とな? So why her specifically, and why here? I wish we could get our hands on that contract. I think we could... まあ、重要そうな情報を話していそうなところでぶつ切りになってますね。We don't even have any conclusive evidence that would suggest that she's still alive. But she's in there, Peter. I know she is. Whatever information Kate is getting is fragmented at best. And that's if it is actually Rebecca. It has to be. So no, Caroline. We don't know. We have to hit the pause button on this. We can't do anything that would give away what we're doing. Excuse me. I'm sorry. Are you in charge here? So what's the plan then, Peter?We just keep meeting and talking? What's our goal exactly? Look, I want to try too, Caroline, but we have to proceed with caution. We don't even know what state she's in, or if we could even get to her. It's been almost 15 years. She might not even want out at this point. You don't know that. You don't either. Bottom line is, it's not safe. I mean, are we going to talk about David, or are we just going to pretend he's... I'm not waiting around. If they're coming for me, they're coming for me.She's made contact with Kate. But we don't even know that it's her. It is, but she's too volatile. That's the tricky part. We don't know where she's coming from. Kate, we've been working on this for 14 years. Please. This is a terrible idea. We should be lying low, not diving in. Peter, ビビってる? You know what? This meeting's over. We're going to take a break, and we're all just going to come back when we can...キャロラインはこの映像の記録時点で15年前に失踪した娘のレベッカを探してるらしい。ケイトおばさんはレベッカらしき人物と連絡は取れてたみたいだけど、その人物が本当にレベッカなのかまでは特定できていなかったようですね。それに気性が荒かったらしいな。ハーメルン社の実験のせいで怪物になりかけてたのか、それとも、キャロラインの娘さん、今頃絶対ヤバいことになってるでしょ。気性の荒さはアマンダちゃんと共通してる点ではありますよね。ピーターさんの言う通り、首を突っ込みすぎるとヤバいことなんだと思います。では、サンサルの謎解きに戻りましょう。うん。レベッカって名前、前作にも出てたな。アマンダジアドベンチャラーの生みの親、サム・コルトンの養子の娘だった気が。じゃあキャロラインはサムの奥さんでしたか。そうそう、アマンダの正体はレベッカではないかと前作で考察してたの思い出したわ。そんなこと言ってましたね、そういや。あたい全然覚えてない。ヌコ様に食べさせるか小鳥を逃がすかの選択で、ヌコ様に食べさせるルートを選んでみましょう。ペンキぶちまけシーンでは巨大ネズミを追い返そうとしたが、クリックアイコンが変わったにもかかわらずなぜか追い払いませんでした。See how she stalks them slowly. She's showing a lot of patience. あ、息は食べられちゃった。せっかく集めた小鳥の息はが襲われちゃうのはかわいそうではありますが、これが弱肉強食の世界ですからね。ちょこのシーンをアップにする必要ある?子供番組、なんだよね。自動に見せたら軽くトラウマになるぜ。ミスティーブチギレ案件。What a good mama cat. I think I'm gonna be sick. いくら可愛いヌコ様とはいえ、こういう野生の生々しい狩りの姿を見るのはあんまり。ヌコたちにとってはハッピーエンドだぜ。今度こそ巨大ネズミを追い返すよ。この後シグペンキあたりをクリックしまくり、よし今回はいけたでしょ。ネズミが何かに気づいたような感じ。ライリーを認識したんじゃね。I'm getting really sick of that guy. Come on, let's paint this birdhouse.まあ結局ペンキぶちまけられてもちゃんと塗るあたり、二人とも忍耐強く作業できてるってことでしゅ。あや、最後のシーン行くときってこんな謎のもあったっけ?追い返すのに成功した場合にそうなるのかな?怪しいまでしたけど、特にラストシーンに影響出てはなさそう。印刷機のヒントは、アマンダとウーリーとお猿?アマンダとウーリーはお猿に等しいってこと?二人ともお猿さん。イコールで結ばれてるのが重要なヒントだろうな。みんな同じポーズしてる?またビデオ確認しましょうか。いいこと思いつきました。ここでわざと青のペンキをぶちまけられた後、目を塞いだ青い猿を調べればいいんじゃない?あ、これで青い猿と同じ色になるってことか。
じゃあこの状態で猿を調べたらなんか起きる？あら、ダメですね。そういうことではないのか。じゃあ何すればいいのさ。今度は赤のペンキをぶちまけられてみましょう。それで赤い猿を調べたところで同じ結果だと思うけどな。では行くよ。喋ってはないだろ。てか赤はこれで正解なのか。青はダメだったのに赤はどうしていけたの？もしかして青い猿はバグ？いや、さすがにバグで解けないなんてことは。まあとにかく、残りは見ざる聞かざるの2匹だぜ。てか3猿のダジャレは笑わないのマリサ？見ざる言わざる聞かざるは笑うほどではないだろ。ちょっとこのシーン怪しいですね。静かに小鳥を眺めるところ、やけに間があるじゃないですか。ここでラジオのボリュームを変えてみたりすると何か起きたりしません？あ、ボリュームマックスにするつもりが。テレビ画面が砂嵐に。このシーンで一時停止してラジオのボリュームを変更すると映像に変化が出るのか。あ、二人とも耳塞いでる。そういうことでしたか。多分お猿さんのパンツの色関係ないでしゅよこれ。要するにアマンダとウーリーが三猿と同じ格好してる時の映像を見つければいいんでしゅ。ついに二匹目解除だな。残りは見ざるだけだね。最後のミザルの謎解きの未知力で見つけられなかったので、攻略情報見ちゃいました。なんといつの間にかテレビの横にライトが設置されててな。しかもいつでもつけることができるのを今さら知ったぜ。めっちゃアハ体験だったねー。ライトをある特定のシーンでつけることで、アマンダとウーリーをミザルと同じポーズにさせることができます。ウーリーが暗いって発言するシーンで一時停止しまして。ここでライトを調べて点灯させておきます。そしたら画面が砂嵐に切り替わるので、この直後に二人とも目を塞ぎます。うまくいったねー。そして見ざるを調べると同時に仮面の女性から連絡が来るはず。Hey, Riley? I think I saw something out here, but it was too fast for me to really see. Be on the lookout for that creature I told you about. You don't need a run-in with that thing. どうも仮面の人物は怪物アマンダの影らしきものを見ちゃったんでしょうね。そろそろ奴が出てくる頃なんだろうか？とりあえず結構時間かかってるし、このビデオ終わったら一旦休憩にする。せめて怪物アマンダの姿を見てからじゃダメかな。休憩枠欲しい。OK、これで三猿謎解きは終わりっと。ちょ、クリアしたら真後ろからドッキリ仕掛けてくるんだな。おい、マジでなんなのよこのホラー演出は。前作ではここまでのことは起きなかったじゃない。口にビデオテープ加えてるよ。もらっときな。おい、今度は何よ。あんたら触り主義なんだって。キーキーうるさいねー。あ、電源切れたか。ほんと驚かせんなよ。あごきなしでボイスだけ変えてくるのやめて。次のビデオは、宝探しをしようでしゅ。時間がだいぶ押してるので、パート1はこのビデオで最後にしときましょう。宝探し楽しみ。はい。うわ、いきなりバブリブル。I'm Amanda! And I'm Wooly! Today we are playing Bandit! おお、山賊ごっこ楽しそう。Come on! Where did you hide the loot? Careful, or you'll break it!Wooly, you're a pretty boring bandit. Bandits hide all kinds of things in the woods. It's fun to go look for treasure. But you should probably tell someone where you're going. Never tell anyone where you're going. They might get to the treasure before you do. There's a legend that there is a special toy hidden deep in these woods. Hey.特別な宝物探すの面白そうじゃない。 Which direction should we go to find the treasure? この地図を見てどこに行けばいいか決めろと。そのドクロマークの地帯すごく気になるかも。どう見ても危険地帯だろ。そういうところにお宝って眠ってたりするでしょ。てか行き先を英語でどう表したらいいかわかりません。 That's not a direction, silly. Come on, or other bandits might beat us to the treasure. 簡単なことだぜ。よく考えよう、リブル。宝箱は上の罰印のところにあります。木が立ってる場所の上にあるので、ウッズとか。そういうことじゃなくて。 Don't you know your cardinal directions? Tell me where to go. あ、なるほど、方角ね。神のオスでしゅ。頭が。 I think you're right! Let's go! よく見ると西にも行けそうな感じだな。あ、ほんと。 Oh, I have a good feeling about this. Where should we dig for the treasure? 罰を掘ればいいんだよね。だけど丸と四角も気になりますよ。まずは丸から。Look more closely at the markings. I don't think that's it. 本当に罰印以外掘らなくて大丈夫？ You really don't make a good bandit, do you? そりゃ山賊がするような野蛮なことなんかしないですから私は。リブル野蛮じゃん。Where should we dig for the treasure? 謎の雨により丸と四角の見つぶれましたな。特定の場所のみに雨を降らせる能力って。Yes, that marking matches the one on the map. Let's dig. 特別な宝物見つけるぞ。Great. Here we go again.
Seriously, who is that guy? 本当にこのネズミさんは何者なんでしょうね。毎回必ず妨害してくるよね。でも今回は珍しく直接的に妨害してこないような。カメラの妨害はしてると思う。あ、結局近くまで来た。はしゃぎすぎて気にぶつかってやんの。結局予想会。お約束だな。 A little help here. しょうがないですね。助けてあげましゅよ。今回はウーリーには絶対助けを求めないあたり、やっぱ親友とは思ってないみたいだな。Thanks for your help. 二度と来ないように徹底的に痛めつけてやればいいんじゃない。あ、That guy's gonna give me a heart attack. Maybe I should get him to come back. What? Let's dig. なんで一瞬やつを呼び戻そうと思ったの。てか叫びもいびびった。Amanda, I don't have a shovel. Bandit should always come prepared. I guess you'll have to use your hands. Whoa.ウーリーは持ってくるの忘れちゃったんだから、近くで見てるだけでもいいと思うけど。嫌いなやつでも利用できるなら徹底的に利用する性格みたいだな、アマンダは。結構深く掘り進めたよね。We did all that digging for this? 何これ。 Maybe this was important to someone once, but not anymore. Come on, Willy. Let's get out of here. せっかく頑張って掘ったのにゴミが手に入っただけだったみたいですね。Amanda? A little help here? 放置されてて草。Are you still up there? いくらウーリーのことが嫌いでもこれはないでしょ、アマンダちゃん。戻って助けてあげて。おっと、キャストの名前にレベッカの名が。やっぱアマンダの CV はレベッカなのね。Actually, you know what? まだ終わってなかった。No, I'm not done treasure hunting. I really thought we'd find something special and you didn't help me at all. So you'd better find something good.ちょっと待って、今回は助けてあげたでしょ。なんか怒ってますな。Do you have a treasure out there that will make me happy? え？え？いつの間に？ぬるっと出現しましたな。Time's running out. 時間がないとか言われてもどうすりゃいいっていうのよ、怪物は。マリア、怪物レベッカじゃん。襲ってくる感じはないよね。特別な宝物に当たるものを渡せばいいのかな？下手に間違ったものを与えるとブチ切れて襲われそう。あ、ピンクのクマさんあるよ。お願い、もう少し考えさせて。豚の貯金箱は、渡してもしょうがないよな、多分。牛のぬいぐるみも落ちてるね。この中で一番大切にしてそうなものというと。あ、机の上にミスタールースター。そいつはとある人物からもらった大切な人形じゃなかったっけか？だけど熊のぬいぐるみも捨てがたいんじゃないでしょうか。夜寝る時に大事にしてたよね。無安玄関から出られないよ。怪物レベッカからは逃げられない。とりあえず熊のぬいぐるみで。本当にそれでいいのか？もう決めたんでし。仮面の人物さん。お願いだから玄関開けて。首切してる。首の可動域が尋常じゃないな。お願いこれで許して。全然大丈夫じゃないでしよ。早く逃げろって。レベッカさんに向けだけ渡す。君かは。残念でしたな。とりあえず怪物レベッカの姿を拝めたことだし、これで一旦休憩にしようか。締め切った図書館の中で再侵入してくるなんて、ハーメルン社が生み出した怪物、一体どうなってんのよ。これってまだまだ先が長そうだね。ファンアート紹介に行くぜ。ミラクルフィンガー様、ちょっとコスプレ失敗してるチルノと、ジャックオーランタンモッタリブルありがとうございました。メロットチャンネル様、ゴキブリ扱いされすぎて限界が来たリブルありがとうございました。ゆっくりツリム様、じーっと見つめる私とチルノありがとうございました。黒雪様、怖がってないふりしながら実況するチルノありがとうございました。ヒカルの FNF お気に入りチャンネル様、じいじりしたものにホタル大喜利ブルキックをぶちかますリブルありがとうございました。じいじりに切れる私という設定でもなんだか悪意を感じるんですけど。鈴様、じいに囲まれたりじいにされたりして切れるリブルありがとうございました。やっぱじいじりしてますよね、これ。手書きリブルを虚無りながら手動で回す動画もありがとうございました。以上、ご視聴ありがとうございました。次回も長くなりそうだけど頑張ろう。じいじりに反対するファンアートを装ったじいじりはやめてくれません。